はい、こんにちは、ボーノです。今回は生成 AI 時代の電子工作の楽しみ方というまで話をしていきたいと思います。生成 AI をあまり今まで触ってこなかった人もこの動画を見ると電子工作にどういうふうに応用ができるのかという点が、少しイメージがつくかと思うので、ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にそもそも AI にはどんなものがあるか見てみましょう。 AI にはいろんな種類がありますが、今回のテーマはその中でも生成 AI と呼ばれるものです。生成 AI は世の中にある大量のデータを読み込ませてパターンを学習させることで、それっぽい文章や画像を作成することができる AI のことを指します。最近になってトランスフォーマーという新しいアプローチが登場したことで一気に性能が上がり、今では人が作ったものか AI が作ったものか見分けがつかないくらいの精度が実現できるようになってきました。生成 AI にはテキスト生成、画像生成、動画生成、音楽生成などがあり、テキスト生成だったらチャット GPT、 画像生成だとステーブルディフュージョンあたりが有名だと思います。生成 AI の活用方法はそれこそ無限にあるんですが、例えばこちらのアンケートによると、文章の要約やアイデア出し、データや情報の分析、プログラミングの補助などに使われることが多いようです。ここで挙げた以外にも世の中には無数のサービスが出ていて、無料で使えるものも多いので、いろいろ遊んでみるのもいいと思います。また進歩が早くてアップデートやリリース頻度も高いので、 X などの AI 系のチャンネルをフォローして最新情報をチェックしてみてください。それでは簡単におさらいをしたところで、じゃあ電子工作にはどんなところで役に立つのかという点を話していきたいと思います。今回は構想、設計、実装という電子工作の3つのプロセスに合わせて使い道を考えてみました。まずは構想フェーズからです。例えば電子工作を始めたいけど自分が何を作りたいのかわからないみたいな人も結構いるんじゃないかと思います。自分の頭だけだとやっぱり発想に限界があるので、そんな時はチャット GPT などを使ってアイデア出しをするのがおすすめです。例えばこのようなプロンプトを打つと、ガジェットのアイデアをすぐに10個教えてくれます。その中から気になった1つを選ぶと、より細かい作り方を教えてくれます。もちろん全てが正しい情報という保証はないので、改めて人の目で確認する必要はありますが、全く何もヒントがない状態よりは大まかな流れをつかめるだけでも十分に活用する価値はあると思います。次は何を作るか決まったとして設計フェーズに移りましょう。設計段階でやることの一つとして技術選定があると思います。例えば猫背になっているか検知をするにしても、高性能なカメラを使うのか、光センサーなどを使って簡易的にやるのかなど、いろんな選択肢があって悩むことがあると思います。そんな時は必要な要件をチャット GPT に伝えて、一番適したものを選んでもらいましょう。例えばここではこのような要件を含んだプロンプトを打つと、こちらにあるようにいくつかのセンサーの候補を出してくれます。自分が知らなかったセンサーや使い道が出てくる場合もあるので、新しい出会いや発見もあると思います。あとは受ける質問として多いのがマイコンボードの選び方ですが、これも同じように要件を伝えてチャット GPT におすすめを聞いてみると、自分が作りたいガジェットに合ったものが何なのかを教えてくれると思います。次は実装フェーズです。実装というのは主にプログラミングを行うフェーズで、プログラミングをチャット GPT のような生成 AI に書いてもらうのは使い道の王道の一つでもあると思います。またエラー発生時にその内容をそのまま貼り付けることで、かなりの精度で原因を突き止めてくれるので、トラブルシューティングツールとしてもよく利用されています。実装フェーズの他のおすすめの使い道としてはコードレビューがあります。普段自分だけでプログラミングを書いていると、動けばいいやというマインドになってしまって、プログラム内に落とし穴があっても気づけない場合があります。例えばレアケースでしか入らない条件分岐の中のロジックが間違っていたり、メモリを多く消費してしまったりしていても、すぐにエラーが起きるわけではありません。ただ何かしらきっかけに急にエラーになってしまう場合もあるので、プログラムのどこかに不安がある場合はチャット GPT などを使って第三者の目線でコードレビューをしてもらいましょう。ということで、構想、設計、実装、それぞれの使い道について自分なりの使い道を紹介してみました。使い道はもちろん他にも無限にあるので、ぜひいろんな使い方をして楽しんでみてください。そして最後に応用編として一つ紹介したいと思います。ここまで紹介した使い道は全て無料を前提としていたので、テキストだけでチャット GPT に指示をしていましたが、有料版では画像や PDF をそのまま読み込ませることもできるので、より応用範囲が広がると思います。例えば電子工作をやっていると、初めて使う部品があったり、仕様書を見てもどこが重要な情報かわからないというような場合もよくあると思います。そんな時にはチャット GPT に仕様書を丸ごと投げて、重要なところだけ教えてもらいましょう。ここにあるのは代表的なトランジスタである 2SC1815 の仕様書です。例
えばこれを読み込ませて質問を投げると該当する部分だけ抜き出して教えてくれます。ちなみにテキストから画像を生成することも機能としては提供されていますが、精度はまだ高くありません。そのため文字による指示だけでカイロ図などが作れるようになるのはまだ先になると思っています。このあたりは技術の進歩を待ちましょう。今回は生成 AI 時代の電子工作の楽しみ方というテーマで話をしてきました。このあたりはまだまだ自分でも十分に活用しきれてるとは言えないので、皆さんはどんなところで使っているかコメント欄などでシェアしてもらえるととても嬉しいです。それでは今回は以上になります。なおこのチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説などを、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方はぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。Thank you.